はい、皆さんこんにちは、ワンダリフェルビジです。では今回はバブロン2010栄冠内の続きをプレイしていきたいと思います。いいところなく見せ場なく残念な結果が続いてしまいましたので、少し時間を進めさせていただいています。で、夏の甲子園予選大会初戦を迎えるという場面です。総合力 C ですね。で、スターティングラインナップなんですが、1番の小向井くんですね。パワーヒッター持ちです。1番に据えました。2番吉見、パワー S。 2番最強打者説を取って2番に最強打者を持ってきています。で、3番に真中、真中はチャンス B、 アベレージヒッター持っていて、ミート A、 パワー A という数字です。4番荻谷くん、広角打法持ち、威圧感持ち、パワー A です。で、5番前田、パワー A まで持ってきました。この後はミートを上げていって、来年3年生の時にはね、ホームランアーティストを目指してもらいたいと思っています。6番ともえ、ミート B、パワーがもうすぐ A に乗るという段階です。7番キャッチャー、坪井。肩 A。で、守備、捕球、このあたりもね、50まで持ってきました。なので、これでね、強肩のキャッチャーとして、敵の走塁を阻止してもらおうというふうに思っています。で、8番、天聖プロ、稲葉ですね。まだね、1年生なので、ミート D、パワー E というところなんですけども、もうすでにこんだけの潜在能力持ってますんで、しっかり育てていきたいというふうに思います。で、ピッチャーはエース、橋本。速球は155キロまで伸ばしています。で、フォークとシンカーが持ち球ですね。ご覧のようなラインナップで、予選大会、戦っていきたいと思います。では進めていきます。まずはここ勝ち切りましょう。なかなかね、予選大会突破できていないというのが続いているので、今回打者陣は相当強くなってるので、この後どこまでピッチャーが頑張ってくれるかというところかなと思っています。注目バッターは前田。さあ、1回の裏いきなりですが、2アウトランナー2塁1塁、先制のチャンスです。で、前田です。ちょっと相手の戦力見ておきましょう。総合戦力いいですね。これなら十分に勝てると思います。狙っていきましょう。第9。インコース引っ張った。入ったね。ワンバウンドヒットになる。ボールは中継。もう一伸びあればね、入ったかなっていうあたりでしたけど。もう前田が、まずは先制で。まあ、率がね、ちょっと前田上がってきてないんで、率を少し上げていくためにミートを今鍛えてます。さらに伸びていく。コールド勝ち。はい。コールド勝ちですね。サヨナラツーランホームラン、小向井が入れてくれて7対0。無難に勝ち上がっています。もうホームランの方もね、結構出てますね。荻谷が7回にスリーラン。で、小向井が8回にサヨナラツーラン。いう形で最後コールドゲーム勝ちです。なんか自信を持って戦えてるな。このままいけば今年こそ甲子園出場なるんじゃないかなと思ってます。先行チーム先制。はい、では2回戦目に入っています。ノートランナー2塁1塁で、今回の注目選手は真中にしてあります。ただね、相手チームが総合戦力 A なんですよ。柏相当手強い。ここを勝たないと、甲子園はないかなというふうに思っています。さらに6番の富永くん、打率3割ホームラン30本っていうね、バケモンみたいな選手なんで、ここをなんとか勝てるように頑張りましょう。低めのボール引っ掛けた。まずは先制点欲しいよね。先行チーム。点の取り合いになってる。1点ビハインド。打ち合いは望むところなんですけどね。よし、これで同点。もう打ち合いで勝っていくしかない。引っ張って引っ張って打ち合いだ。これは落ち、よし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 。そして今拾い直した。記録はレフトのエラー。ここであれが欲しいな。魔物。先ほどホームランの真中。
真中はここを引っ張りプルヒッター持ってますからね。よし、満塁。満塁で4番のオギア。阿部飛広角威圧感持ちパワー A。広角満塁ホームランとか欲しいなこの場面ね。ここはゲッツーになるか。よし取れた。相手も守備が乱れてるね。魔物はないけど魔物級の何かが起きてる。そして率がここまで上がってきてない前田。これは抜けるか。よし完全魔物だな。これ魔物は使ってないです。使ってないですが魔物効果。ここは畳みかける。巴これは一塁は、いやアウトだ。同点止まりか。勝ち越したかったですね。興奮するな。ここも引っ張りでいこう。真中はねパワー A ですからね。もう真っ向からの打ち合いになってる。ここは3バントでもいいので送りましょう。いや何やってんだ。1塁ランナーは出てほしかったかな。まあしょうがないですね。こういうところで流れが変わらないようにだけ気をつけましょう。よしこれは落ちる。そして最強打者2番吉見。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。吉見の能力こんな感じになってます。パワー S、 ミート A の85。阿部日持ち、ここは引っ張る。追い込まれたらミートに変えます。なあショートいい守備したな。アウト、スリーアウトチェンジ。さあ真中ですね。ここはホームラン狙い。入ったー。今日真中3本目。8回の裏ですね。ワンアウトランナー1塁。ここはなんとか0点でいきたい。よし真中に送ってツーアウト、ランナー2塁ですね。今日は4打数3安打の添田君か。ここは前、外野は前に出しましょう。1点負けたくない。もうバテてるな。だったらここで伝令を出してスタミナを上げます。よし真中がさばいてスリーアウト。この柏を倒せば本当に出場が見えてきますからね。さあ究極の思考が今解き放たれようとしています。一番多少ここは空振り三振。トカノのところで誰か出すかだな。残ってるのが藤村、村山。いやー不安あるな。ここはトカノのまま行きたいので、そのまま行ってもらいましょう。これで2アウト。2点差っていうのがちょっと不安なんですよね。強心臓を使うような場面ではないので、このまま行きます。海老塚くん入ったね。海老塚くんは防御率1点台の優秀な投手ですよね。さあトガノ、ここはファイトを使って確実に仕留めに行く。デッドボールか。伝令送ります。先行地よし。今のはな、ショートバウンドさせて、待って取ってショートバウンドさせてゲッツーっていうのもありだと思うんだけど、ちょっと高等技術すぎたかな。これは切れてきます。これこそゲッツーだ。ここはね4点差ありますからね。持ってかれた。
ツーランホームランかな。まあ柏も総合力 A というだけあって簡単には折らせてくれないですよね、さすがに。よし、ここは今回が取って一塁はそれたか。さあこれで一発が出ると同点に追いつかれてしまうっていうね、すごく危険なシチュエーションになってきました。最後はピッチャーゴロ。よし、総合戦力 A 柏を撃破。甲子園がぐっと近づいたと思います。いや、真中がすごいよ今日、3ホーマー。これは本当に真中様々だったね。真中がいてくれたおかげの勝利と言ってもいいと思う。では次の戦いに入っていきましょう。はい、では3回戦目になります。敵の戦力総合戦力 C、まあ、油断はできない相手ですね。今回も注目打者は真中が出ていたので真中、まあ、真中は前の試合で3ホーマー上げてますから、まあ、相性が良かったっていうのもあるんでしょうけど、1人で3ホーマー上げてくれるとだいぶ助かりますよね。さあここはノーアウトランナー三塁二塁のチャンスで真中は手堅く進塁だ。ただ同点に追いつかれてんな。ここは真中の一発に期待したいな。姫野くんは緩いボールと速いボール緩急を使ってくるピッチャーですね、きっと。なので緩い球を引っ張るっていうのはありだと思うんですけどね。ツーアウトランナーが三塁一塁同点。ここはやられたくない。まあ常にリードした展開で戦いたいですからね。橋本くんか。ここは送りバント、うまいねこのバントは。一塁はバント、一番小向かい威圧感出して犠牲フライ狙いでいこう。うわ、ボテボテの当たりだ。スクイズかどうかちょっと迷ったところはありましたけどね。ここはセンター返し。吉見のバッティングなら入ったね。吉見もさっきの話だと今日ツーランホームラン打ってるっていう話だったので2本目ですね。真中の当たりは伸びがない。はい、9回の裏になります。回の裏、系統が裏目に出てしまって1点ビハインド。9回の表に逆転スリーランを浴びてしまってビハインドに変わってます。いやー、ちょっとピンチだな。代打を考えたとしてもどうだろうな。小川くん、これだったら坪井の方がいいもんね。なんとか出てほしいな。追い込まれた。よし、出た。まずは坪井が出た。そしたらダイソーを出しましょう。この日のために足のスペシャリストとして育ててきた田代くんを出します。高校チームダイソー、ヒットエンドラン。ヒットエンドランを重ねる。よし、これゲッツーになってましたからね。で、戸賀野くんのところ代打を出せないんですよ。これ最後のピッチャーなんで、なんとか当ててくれ。いやー、一塁ラン、二塁ランナーは進んでほしかったな。で、今回か。いや、緊張するなこれ。うわー、ボテボテの当たりだ。よし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 、よし、これで最強バッターの吉見に来た。これは吉見の逆転スリーランにかけるしかない。今日3本目見せてくれ。あー、マジかー。3回戦で敗れました。
うわ、悔やみきれないな。はい、まあ、残念ですけどしょうがないですね。いけると思ったんだけどな。9回の表のリリーフ継投失敗してスリーラン浴びたのが全てですね。では、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。